なると義民は、明治時代の英学者農政官僚、阿波国民魔軍出身。江戸で、大木正駅に、蘭学、横浜で、外国人に英語を学び、神奈川奉行所に勤務した。東京に、英学塾を開いた後、農業行政に転じ全国で名画の駆除法を指導した。晩年芝区会議員。天保4年、または、 天保六年七月十五日、阿波国美間軍獣、清村東原に、笹地東田の次男として生まれた。陽名は次郎、後に次郎吉。笹家久伝によれば、厳格なまま父の教育に耐えかねて、家出を決意し、わらじ政策により八百文分を蓄え、十二歳の時、吉野川岸に、着物と下駄を置いて、当身自殺を偽装し、家出を結行した。徳島からは、 ことひら三景車に変装して、無賃で、大阪に渡り、五福屋、大工、武家に奉公して、旅費を貯めた後、横浜に登り、中浜万次郎出入りの米屋に、住み込みで働き、毎日単語カードを譲り受けて、英語を学んだという。安政元年頃芝浜松町大木中駅に、入門し、大鳥圭介、加藤博之、小安春、橋本幸三郎。 宮内博士、中村正直等と蘭学を学んだ。万円元年横浜に出て、サミュエル・ロビンス・ブラウンに、英文法、ジェームス・カーティス・ヘボンに、世界地理、ジェームズ・バラに、初級英語、デイビッド・トンプソンに数学を学んだ。文久2年3月神奈川舞踊所に召し抱えられ、神奈川表英学者で英学を学んだ。慶応2年12月通弁、翻訳御用となり、 徳島藩石川県五郎等に英学を教え、イギリス士官との公開術の問答を通訳した。明治維新後、東京府尾張町二丁目に、あわやを開業し、外国雑貨を商った。明治二年八月一日芝郎月町に、英学通弁教諭所を開業し、明治三年八月十七日、駅凶刑事上殿、その離断金、その匂い、序覧により禁断者と合した。 家塾は成功して100名以上の生徒を抱え、明治4年10月には、野原堀町と村本林宅に文塾ナルト社を開き、1876年頃、ナルト義民英学書と改称、1880年1月17日簿記学科を開校した。明治4年頃大倉省官能寮に出資し、明治5年頃塾を講主代理、塾長に任せて大阪に移り、 農所の翻訳、編纂に当たった。1875年5月島村体の平木実、り、議会社員となり、平木実り雑法に活発に寄稿したほか、並東農社合併社員として、茨城県鹿島郡の開墾事業に出資した。1881年第2本農会創立時に、上地議員、農芸委員となった。百七十七年五月から十月まで、 官能局の命で青森県津軽郡に出張し、薔薇の焼却、夕賀島による駆除虫のついた稲茎の焼却、肥料への塩分添加を指導し、岩立村の試験殿で薬剤試験を行った。これが政府による中外調査の始めとされる。同年福岡県増田祖平堂からも名外の問い合わせがあり、1878年赴任し、 青森県のものが2火星であるのに対し、福岡県のものは3火星で物士と判明、5月長崎県、11月熊本県で青森県と同様の駆除法を通達した。1880年駒場の学校職一家教師となり、農書の出版や全国農団会での講演を行い、短冊縄城を奨励した。1881年6月栃木県。 1882年5月、東京深下板橋塾、1883年9月、下草、10月神奈川県でも、州外調査、駆除法指導を行い、農事月報で、逐次報告した。明治20年代初めには、被職となり、1889年11月から1892年11月まで、第一期芝区会議員を務めた。 1889年本市は四丁目海岸に、光線が発見され、土地借用を出願したが、他の出願者と競争になり、後に木村翔平の個人事業として開発された。明治末期深川区、さらに渋谷町に転居した。1913年11月8日死去し、青山霊園に葬られた。ありがとうございます。